はい、皆さんお元気ですか。ブラジルサンパウロ在住ギタリスト金田昌司でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近サンパウロはあったかい日が続いております。本日はですね、僕が初めてブラジルで学生ビザを更新した時の話をしようかなと思います。はい、では行ってみましょう。僕はですね、2009年にブラジルに来て、2010年に初めてビザを更新することになったんですけど、ブラジルでビザを更新するにはポリシアフェデラウ、連邦警察かな、日本語でポリシアフェデラウっていうところに行かないとダメなんですね。で、まあ、その当時、僕まだポルトガル語をあまり話せず、まあブラジルに来て慣れてないっていうこともあり、まあ、大変時間がかかりまして、ビザ更新するのにですね、まあ、一人でやってたんで、あの旅行会社とか頼まずねやってたっていうのもあり、結局書類の不備とかで7、8回行くことになったんですね、1回のビザ更新するのに。まあ今思い出してもかなり大変やったなと、思います。まあ実際何があかんかったかっていうと、まあさっきも言ったように書類の不備なんですけど、実際まあこの書類自体、何ですかね、まあポルトガル語が分かってビザ更新慣れてる、更新するの慣れてる人やったら問題ないんですけど、まあ、僕は初めてっていうこともあったんで、かなり時間がかかってしまったんですね。まあ、実際どんな書類用意するかっていうと、パスポートのコピーですかね、全ページパスポートのコピー、しかもそのコピーを認証を受けないとダメなんですね、登記書でカルトーリオっていうところ で、それとあと保証人の証明と、あと学生ビザなんで、学校が出してくれる在学証明書と、あとはその申請するときに申請用紙ですね、連邦警察のサイトから、ダウンロードして記入して提出する申請用紙が必要なんですね。確かこの4つぐらいだったかな。でまあこのパスポートのコピーして認証してもらうと、このまあ保証人の証明、この保証人の証明はですね、なんか3パターンぐらいあって、まあ一番簡単で、まあちょっとお金がかかるやつを僕はやったんですけど、その他はなんかちょっと面倒くさいんですよ。なんか外務省、日本の外務省かなんかに行ってその作ってもらうみたいな、なんかまあようわからん、連邦警察で聞いてもようわからんから、その領事館聞いてくれ言って、領事館聞いたら領事館の方もようわからんみたいな感じで、誰も全くわからへんっていう謎の書類なんですね、この2つ目のやつは。で3つ目はちょっとなんか忘れたんですけど、だったかな、3つ目は奨学金かな、確かブラジル政府が承認している奨学金をもらってる人はそれの証明書を出せばいいっていう、なんかそんな感じのやつだと思います。で1番目のやつはですね、さっき言ったカルトーリオ、登記書で、まあ、お金払ったら作ってもらえるんですけどね、まあ今思ったらあれ何の書類やったかよく分かんないですけど、何やったかな、ちょっと名前思い出せないですね、肝心の。まあ思い出したらまた後で言おうかなと思います。はい、でまあこの辺はまあ簡単なんですけど、あとまあ学校の在学証明書とか用意するのは簡単なんですけど、この、第一の関門として、この申請用紙ですね、これはもう見つけるの最初もめちゃくちゃ難しくて、その連邦警察に直接行って、用紙自体は連邦警察のその窓口に置いてないんですね、置いてなかったんですね当時は。でその受付の人に聞いたら、サイト見たら全部あるからとか言って、でサイト行っても全くないんですよ、もうめっちゃ難しいです、それを見つけるの。その当時その連邦警察のサイト
なんかあんまりこう整理されてないっていうか、もうどこどう探すね、まあ僕その当時ポルトガルがあんまりわからんかったっていうのもあるんですけど、もうそれ見つけるのがもうめちゃくちゃ難しい、もうレアアイテムみたいな感じになってて、でそこでそのそれを印刷してくれるところがあるんですね。まあそれ専用にしてくれるとこではないんですけど、その連邦警察の建物の周りにコピー屋とか、コピー屋プラス写真と証明書の写真撮ってくれる、証明写真撮ってくれるところがあるんですね。そこに行って、これこれこういうその申請用紙欲しいんですって言ったら、そこで印刷してくれるんですけど、これがもうまた法外な値段を取り寄るんですね。その当時でそれ1枚印刷するの20レアル請求してきおるんですよ。でいかんせんその周りの偏僻なところにあって、ラパっていうところにあるんですけど、その連邦警察ね、そこらにあって、その周りはなんていうんですかね、大きい道路が通ってて、まんもないんですよ周りは。ちょっと高速道路でもないですね、大きい幹線道路みたいになって、でそこにもうコピー屋一つか二つしかないから、もうそこでしかみんな頼めないんですね。もうわざわざその市内に行ってコピーして来るのも手間やし、みんなもめんどくさいからそこでやるんですけど、その申請用紙一枚印刷するだけで20とか25レアル取る、その恐ろしいコピー屋というか商売しとるやつらがいるんですよ、その連邦警察の周りにね。まあ、今でも多分いると思うんですけど、で僕はまあその書類全く自分でその当時印刷ですることができなくて、結局そこでお願いしたんですけど、高いな思いながら、ほんでまあいろいろ用意して持って行って、んでそれでもなんかこれ間違えてる、あれ間違えてるで、なんだかんだ行ったり来たりして、でまあそもそも受付の人らも、まああんまりこうなんていうんですかね、まあ恥ずかしがり屋なんかして、最初すごい不愛想なんですよ、みんな大体。確かね、外国人とかのビザ更新するのは3階やったかな、1階2階、連邦警察の3階が確かそうなってて、で行ったらまあ3人2人か3人ぐらいしか働いてないんですね、その受付の人らね。窓口も10個ぐらいあるのに、今ちょっとどうなってるのか分かんないですけど、最近行ってないんで、あなってて、でまあ並んで順番来て、まあなかなかみんな不愛想な感じで対応 してくれるんで、僕もそのこうあんまり刺激せずね、下で入れて、だんだん今日はどうですかみたいな感じで話してるうちにね、まあ、回数重ねると仲良くなるんですよ。で最終的にはなんか受付のそこのちょっと偉いさんなんかフランシスコっていう人がその当時いてはって、なんかその人がすごいよくしてくれてね、まあ、最終的にはその人いろいろ教えてくれて、書類の方を提出して受理してもらったんですけど、まあ海外に住んでるといろいろ問題が出てきて、それを自分で解決せなあかん状況っていうのが多々あるんですけど、まあで解決できるたびになんか成長してるなっていうのをこう実感させてくれるというか、経験させてもらってるなっていう気持ちになるので、なんかよくわかんないですけど、ありがたい感じがしますね。まあブラジル来てすごいいろいろ勉強させてもらってるんで、よかったなと思います。なので海外に住みたい、まあ、ブラジルに住みたい、まあ、他の国でもいいんですけど、ね、住みたいっていう気持ちがある人はぜひ、まあ、行ってみるのいいかなと思います。うん。
まあ、百聞は一見にしかずなんで、とりあえず行くのがいいかなと思います。はい、これにて本日は終了しようかなと思います。もう何の話やってんっていう感じですけど、まあとりあえず僕のブラジルへの体験談ということで、たまにはこういうのもいかがでしょう。まあいいんじゃないかなと思います。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。いいねボタンも押してもらえると最高に嬉しいのでよろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。